皆様こんにちは、安田祐希です。野口浩太です。レッスン日です。イエーイ。レッスンいいんだけどさ、はい、黒くねすごい、もうあの、ま、真っ白なと黒いやつでどうした。でも赤いし、すごいっすよね。赤黒い、なんかまあ何サーファーいや、あの畑ですね。畑畑です、ね、皆さんもうご存知なんですか？知ってる人は知ってると思うんですけど、うん、あの今畑に行ってまして、それで、うん、あの仕事をしてるとこんな風になっちゃいました。いやいや、なんかたくましい感じが出てきてねなんか、まあ、よりシュッとしてきたね。そうですね、ね、そんな感じです肉体労働の、ね、でもすごいですよね。まあ朝早くから健康的ですよ、本当に。前とは打って変わって素晴らしい、はいまあそんな感じでちょっとハイパー忙しい日々を過ごしてるんですけど、うん、あのこれ持ってきました。久しぶりの登場です。はい、前回ね夜遊びの曲が上がったから、まあ、次からどうしようかって言った時に、はい、まあ、またちょっとこのジブリのね、はい、この楽譜すごい便利。そうです ね、うん、いろんなシリーズがあるんだよね。ポップスとか、はい、なんか例えばなんか2022年ヒットソングとかでそういうなんかいろんなシリーズが出ててちょっとびっくりしたんだけどその中でもジブリ作品集ということで、はいはい、でこの中から、まあ、曲を選んで今後ちょっとやっていこうというわけです、ね。まあ、すでにねちょっとピックアップしてあるんですが、はい、まあ、それはちょっと後ほどレッスンの中で、はい、うん、紹介しましょうということで。そんな感じですね、はいはい、でちょっとね最近忙しすぎて触れてないんで楽器に、まあ、お久しぶりって感じでちょっとライトな感じでやっていくと思いますのでよろしくお願いします。予防線張った、はい、ライトにお願いしますって今言われたんで、ね、ええ、ライトにお願いしますハードだとねどうかなまあでもとりあえずあの続けていくことはもう大前提なので、うん、はい、やっていきます。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいなんかカメラも久しぶりな感じなんかどうしたの今日なんかなんかままならない感じになってるけど久しぶりにカメラ回したなみたいななんか日々がなんか濃すぎて久しぶりじゃないはずなのに、なんか久しぶりな感じがする。久しぶりっぽい感じですね。なんかそういう時ある、はい、もうなんか話し途中だね、こっち向いてる。もうやりましょう、やりましょう。おいっつって思い出したいので、いろいろだからね、ちょっとこっちやります。はい、じゃあ行きます。ちょっとね、これね、音3パターンということで、これ音をまず読んでみましょう。せーの、ドレドレミファミファソファソファミレミレ。せーの、ドレミファソファミレド。せーの、ドミソミド。はい、これも3パターンですね。もう両手で弾いちゃいましょう。せーの、左の方が動かしにくいでしょ。そうです。そうだからあの頭こう左の方に集中してみるといいよ。リーダーを左手にするって感じで、はい、ドチョウチョウです。ソーファー、ソラソラシドシドレドレドシラシラソラシドレドシラソシレシソ。ソラソラシドシドレドレドシラシラ。どうぞ。ソラソラシドシドレドレドシラシラ。ソラシドレドシラ。どうぞ。ソラシドレドシラソシレシソ。はい、ソシレシソ。ファミレ、ファラファレという風になるんだけど、
せーの、このところでね、この指はね、そう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 、そこにセットしとく、せーの、ファーソー、ファーソー、せーの、そういうことです。ミファソラシラソラ。じゃあちょっと弾いてみどうぞ。あ、ごめんね。ミファソラシラソラミどうぞ。そうですね。あんまりなんかここ手首でこう上げていかないで。気持ちとしてはこういうのがあっていいんだけど、どうぞ。ソラソラ言いながら弾いてごらん、どうぞ。水色のライン、これ読んでみてください。ドレドレミレミレ、そう、このミファミファミファソファソファっていうラインと、ドレドレミレミレっていうライン
て、こんな風になってるね。そうそう。で、まあ、これが、この重なり方っていうのが全部3度だから、まあ、ここに3度って書いてあるんですけど、結構3度のテクニックってまあまあ出てくるのね、うん、その練習をやっていくんですが、どうしようかな。じゃあちょっと今ダイレクトにこの、何も書いてないから、はい、当たり前の指を使ってねっていう、そのまま、うん、そこからで、レと、そういうことです。おー、すごい素晴らしい。まあ、だからここからここ行くときに1の指を軸にして、別のまだこれこっちは離れてても、こっち離さなきゃ無理なんだよね、こう行くから。でもこうすると下の音だけでもつなげとくと、つながってるように聞こえる。そんな感じ、はい、いいじゃないですか。最初なのにそれだけできれば上等です。
ちょっと、はい、で、今日ね、オクターブもやろうと思うのね。オクターブってわかる？これですか、どうか。そうだから、ちょっと今こういう楽譜があるんだけども、まあちょっと確認として、こう、何の音だ、ド、うん、ド、ちょっとトップの音だけ見ていくね。ド、レ、ミ、ファ、ソ、ラ、シ、ド、レ、アド、ド、ド、シ、ラ、ソ、ファ、ミ、レ、ド。要はドレミファソラシドドシラソファミレド、まあシンプルにそういう音なのね。で、下の音ド、レ、ミ、ファっていう風になっているので、中の音書いてあるけど、今それ無視でいいので、このオクターブで弾くの初めてじゃない？はい、初めてだね。あ、デビュー、あ、そうか、普通にさらっとやってしまいましたが、オクターブデビューでしたよそうそう、これはまあオクターブ奏法みたいなね、感じになります。じゃあ、左手も確認しておきましょう、はい、ドシラソファミレドドレミファソラシド。はい、やってみましょう。これが今オクターブの演奏なんですが、この練習って間に この音が入ってるのね、はい、ここさ、これ何度だ？3度3度なんだね。で、これを1、2の指で弾くんだけども、一応ちょっと音だけ確認しとくけれども、じゃあこの音、はい、何だ、ミミから始まってミ、ファ、ソ、ラ、シ、ドレ、ミ、ミ、レ、ド、シ、ラ、ソ、ファ、ミという風になっています。つまり、1、2とこうじゃん。この状態でこういうことだ、うん、OK。 で、キープ、その状態で弾いてみて、うん、うん、これを弾かなくていいから、うん、
これをキープって難しいでしょ。意識してないとできないんだよね。じゃあ今度両手で。ここの部分だよね。ここの部分弾いたんだよね。はい。今度ここ行こうか。これ何度だ？六。六度。そう、六度の平行。割とスムーズにできた感があるのはやっぱりいろんな曲を弾いてからのこれなので、あの普通ってまあノーマルなやり方だったらもうちょっと早めにこれを やってるんだよね。そうするとやっぱりあのもうちょっと苦労するんだけど、やっぱりいろんな曲の経験があるから早いね。うんうんうん、はーい。ちょっと基礎練的なことを今日は最初にやってみましたが、ジブリいきますか。あ、そうです、ね、はい、ジブリです、ね、数ある曲の中からもう3曲選んだね。そうです、ね、何をやるんだったっけ。1曲目、風の谷のナウシカ風の谷のナウシカと優しさに包まれたなら、これ魔女宅のね、タララララタタタ、ユーミン。ユーミン知ってる？はい。よかった。明日が接近。
ね、もののけ姫ですね、あのラストに流れるあのエンディングのあの曲です。その3曲なんだけど、どういう風に進めていこうかね、どうしようか。まあ、今までの安田氏のやり方を見てみると、そのいいか悪いかっていうことは抜きにして、割とこの一点集中型な、うん、はい、このそういうタイプだよねっていうのがある。 でだからこそ、もしかしたらちょっと一回逆に3曲同時進行みたいな風に振ってっても、このなんつーの、こういう場所だとさ、別にさ、うまくいかなくてもいいじゃん、うん、だけど、こう新たな自分開発という意味では、今までとは違うパターンのやり方をやってみるっていうのも手なのかなと思うんだよね。だから一曲を、はい、やりました、はい、次一つですっていう、それはまあ多分本質として持ってるのかもしれないけども、逆にこの逆サイドの攻め方をしてみてどうかっていう、一つの音楽を通した、ピアノのレッスンを通した経験としてやってみるのも手かもしれないなとは思うんだよね。と、まんべんなく仕上げるみたいなね、うん、だから結果もしかしたらこうかかる3曲仕上げる期間は同じかもしれない、うん、1曲ずつとまんべんなくこう底上げを こっちとこっちとこうバランスを取りながらやっていくみたいな、うん、っていうやり方を提案してみる。さあどうしよう、それで言いましょう。それでやってみる。プラン C で。プラン C で。じゃあプラン C、A、B は何なんだろう。一つ余ってるけど、字余りみたいな感じ。じゃあまずそういうふうにやってみようか。どうします？これ、弾いとく一回。そうですね。ね。じゃあ風の谷のナウシカから、じゃあ。有名なあのテーマですね。これ、ペダルを踏むっていうのもちょっとやってみようかね。Thank you.
はい、こんな感じでーす。ありがとうございます。はい、これね、やっぱ指使い問題がやっぱりあって、いや、これ書いてあるのも弾けるんだけど、どういう風に伝えてればなるね。この初心者用の楽譜でちょっと皆さんにもちょっとお話ししたいんですけども、初心者用の楽譜って、あの初心当然指使いもね、初心者用に書いてるんだよね。ね、例えばじゃあね、ちょっと例えるとしたら、じゃあスコップとショベルカあの穴を掘りたいっていう目的があるじゃん。それに対して初心者だったら、あのスコップとかでやるじゃん、でしか扱えないじゃん。だけど実は大きい穴を掘ろうとした時にはショベルカーの方が効率はいいじゃん。だけどショベルカーを扱えないじゃん、上級者にならないと。そう、でそれと似たようなことがあって、その要するにスコップの指使いなわけよ、ね、だからちょっと上級者の指使いっていうのはあるんだけども、でもそのショベルカーを扱う訓練をしてしまう煩わしさもあるじゃん。そう、だからどっちを選ぶかなんだけども、安田君の場合はここに書かれている指使い、まあ、だからスコップ、ね、だと、もうちょっとね、逆にやりづらいと思っちゃうと思うんだよね、うん、こんなんで穴掘れねえよみたいなねそう、ショベルカー使わせろよみたいな感じになると思う。だからちょっと皆さん の具合とかいろいろあるとは思うけども、その必ずしも初心者用の楽譜の指使いがこの曲を弾くにあたってベストとは限らないっていうことを分かっておくと、まあいいのかなと思うのね。で、安田君の場合はやっぱりちょっと書き換えが必要な気がするので、こことかも3なんだよね、多分5、4って、いや、分かりやすいじゃん、5、4の方が。だけどここが5、3にして、で、2、1、2にした方がいいと思う。ドレミドレで、でここドレミって、ほらいいじゃん、いいんだけど、ソラドレミソラ、ちょっとドレミソラって、これの通りに動かしてみ、そう、分かりやすいじゃん、1、2、3、4、5って分かりやすいけど、やりにくくない、これ表現しにくいね。で、そういう時にじゃあ何使うかっていうと、こういうことをするんだね。何かっていうと、伸ばしてる音の間で3で一回着地しつつ、だけどここで伸ばしてる間に1に変えるって。そう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 。で、そうするとこれができるんだよ。3から1、ソーラーみたいな。でね、そうそう。で、今この2、3にしちゃうとちょっとその後がよくなった。ごめん。あえて1で着地するっていうヒントがあれば、もうここは自然にいける。ただここでちょっと音楽が広がるというか、シドレミファっていう風になんかこうスケールが大きくなるところだったりとかするんでね、そうした時に1、2、3の方がその大きさを出す、太い音を出すのには適してるかもしれない。から一応これは書いとくけど、別にその限りではないって感じで書いてくれ。シソラシミシラシ、これ同じことなので、どっちでもいいです。ソー
重視して3になってんだよね。じゃあここ2からスタートっていうことで、シラソラ、そうすると逆算してここは2は使わない方がいいかもしれないね。ね、ここ4にしたとしても4、1にするとか。ラシラソラでソラ3からスタート、ラソラソラミレミファミレミレ、どっちもいいです。これは3でやってもいいし、3、4、3、2、3って感じで、はい。しづらいんでね。
譜の通りでもいいけど、基本的に やりにくい曲が済んでる。指をさ、こうやったりこうやったり、こうなんかこう縮めたりこう開いたり縮めたり開いたりみたいな、はい、そういう、で閉じてで、そういうことなんだけど、シーラーシーミア、これこの なるべくさ、5とか使いたくないんだよね、5とかいいよね、4とかさ、そう。ここね、これね、これ弾きながら思った、これね、どういう風にやってもいいよ、これ、左。はい。そう。せーの、たーあったったったたんたたたん。
タタ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 タンタタ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 ンタタンタタンタタタタタンタタンタンタンタタタタタンタンタタタンタタンタタン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 タタタタタンタタタタタタンタタタン3 1タアタタンタタン3 1タアタタンタタンタアタアタアタタンタンせーのタアタアタアタタンタンタタン3 1タタタタタン。そんな感じ。じゃあ鍵盤でやってみましょうか。せーの、thank you。
は以上となります。お疲れ様でした。お疲れ様です。いやリズムが、はい、僕は上達してるなと思いましたね。ああ、よかったです。うん、なんか今さ、やったことはあるけど、うん、別になんかこうやるつもりなく今日、うん、こういきなりやったやつあるじゃん、はい、こうそれが割とスムーズにできてるので、リズムを読んで、はい、表現する基礎力がついてます。はい、はい、次回レッスンの時にこれが3曲どれぐらい進んでるんですね。恐ろしい、本当に恐ろしい。まあ目標を一応立てておこうか。あ、目標としては、ね、片手ずつ弾くのがどの曲もまんべんなく、うん、まあゆっくりでいいんだよ、全然ゆっくりでいいんだけど、片手ずつ弾くということがままなってる状態を具体的な目標として挙げておきますか。はい、そうですね。はい、そんな感じです。はい、というわけでチャンネル登録高評価よろしくお願いします。というわけでまた次回別の動画でお会いしましょう。さよなら。